ングした TV。龍が如くスタジオ進み続ける龍。2022年9月、待望の新作発表を行う RGG サミット開催が予告された。その RGG サミット1週間前、龍スタ TV の YouTube 生配信が行われた。こんばんは。こんばんは。さあ始まりました、龍スタ TV ということで、今日は第 12.5 回、うん、RGG サミット2022龍が如くスタジオ新作発表会開催決定ということで、9月14日水曜日の19時間、はい、これ日本時間ですね、うん、はい、というのをやりますよという予告編だったんですね、うん、なるほど。じゃあもう今日の配信は終わりですね。そうですね、予告編の予告編だったみたいな話ですけど、龍スタ TV では開発スタッフが自ら出演し、さまざまな発信を続けているが、その意図は、こういう動画とかそのインタビューとか、あとまあ龍スタ TV とかいろいろやらせてもらってるけど、あれゲームなんです。あれゲームコンテンツか、龍が如くっていうゲームを遊んでるのと一緒なんですよ、僕らの。だからコンテンツ作ってるのと一緒の感覚なんで、だからゲームの中のキャバクラのミニゲームとかカラオケのミニゲームとか作ってるのと同等なんですよね。そのゲームでやってない時間帯にうちらを忘れないで遊んでもらうというか、楽しんでもらうためなんで、あんまりそこはそういう感覚だけどね、俺は、うん、だからこれも興味持った人がだから見てもらって、うん、次に期待感上げてもらうなら一つのコンテンツだから、うん、新作グッズが届いてますのでご覧ください。はい、はい、ということで、一つ目のアイテムが龍が如く背景ジオラマスタンド、発売決定でございます。まあちょっと実物も今日お持ちしましたんで、でしょうか。でーん、こういうもんらしいです。どうですか。え、どうですか。うんって、グッズはね、なかなか俺が知見がなくて、なんかいろんな人の知見を借りながら最近いろんな商品に手を出し始めてるけど、うん、昔極道っぽいもんばっかり作ってたからね、そう、普段持てないよっていう。最近になってやっとね、アクスタとかいろいろ作ったけど、そう、アクスタって何ってところからスタートだったから、そう。SNS での発信やグッズの制作に至るまで全てがコンテンツ。ファンを楽しませようと日々奮闘している。1週間後の大きな情報解禁を控えて、この日は短く配信を終えた。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。あ、お疲れ様ですね。すごい人数の方が見てたみたいですけど、うん、どうでした。いや、そんなでもないですよ。そんなでもないですけど、そのはい、まあ本番14日なんでね、うん、そして迎えた9月14日の RGG サミット。この日、龍が如くスタジオから新作の情報を含む重大発表があると予告されていた。今回は海外にも同時に配信され、世界から注目されるイベントだ。本当にこのまんまいますか。初めてのこういったワールドワイド向けのイベント、リアルタイム配信というところで、かなりこう大掛かりな、まあ、準備もだいぶかけてきたんですけども、まあ、こうユーザーの人たちがこれを見てどう感じ取ってもらえるかっていうのは非常に今楽しみにしてます、はい、英語だったりとかアジアの言語も同時通訳でリアルタイムで同じ情報を発信していきたいっていう、本当に初めてのチャレンジだったりします、ね、どういう反応してもらえるか本当ワクワクしてます、はい、何でしょう、ずっとこう
話さずにこらえてきたっていうのがようやくここでいくつかこう公開できるっていうのはすごく嬉しいことかなって思います。自ら舞台に立ち重大発表をする予定の横山、会場入りしてすぐリハーサルへ。はい、ではお待たせしました、リハーサルを始めていきたいと思います。ここがここで国様まで、はい、はい、でお二人が入ってから移動するという形にさせてください。じゃあ二人ここ通って、そうですね、上島から同時に俺こっちなんですよ、はい、変わる、はい、斬新だな今度は挟んで会話をしていただくという形でお願いいたします。順調に確認が進む中、配信で流す映像のチェックでのことだった。ちょっと音下げるっていうか止めて、よくわかります。ストップ、ちょっと止めてください。これ全部の映像と音一緒ですか？ここで聞いてる限りこの映像だけ音割れしてるぐらいでかいんだけど、納品データがもうそうなってるのかな。映画のレベルは一緒ですか？エイトとかね、歩いてる時の声なんて全然聞こえないぐらいだった。ここにさっき聞いてて、で今ここに来るとオショウの足音なんて音割れしてるから、そう3つ比べてちゃんと差がないように、はい、配信は大丈夫、配信は大丈夫、うん、こっちが合わせる、まあそうだね、はい、こっちは映像で初出しの情報を発表するため念入りにチェックしていく。来たら気まとって気づいて知らねえ、それが当時の本音なんじゃんか。あ、結構でかいな。その局長は知識、教養、道徳、形式に長けた人間が目の前に戻ってる。いいんではないですか。これで、はい、はい、じゃあ音これで決めて、うん、そして本番直前、いよいよですね、うん、いよいよあと何分、あと30分、早く終わってほしい。世界の人待ち焦がれています。まあね、あんまりその緊張はしないんだけど、緊張はないんだけど、なんだろうな、いいことと悪いことがありすぎて、そこの気の使い方がシーンってなるかならないことを願うよね、本番が。みんなすっごい、出演者の皆さんが震えてるから持ってる情報がやばいから、そうです、ね、うん、演者陣はみんなもう最後まで話知ってるから、エイトとかも、うん、まだ言っちゃいけないことが、もうメインストーリーのそのイベントシーンの音声収録とか全部終わってるから、エンディングシーンまでもう彼らは撮ってるから、だからもう全部した上でいっぱい隠さなきゃいけないんですよ今日は。そこの緊張がありますね。あるある。でそうなるとだんまりになるじゃないですか。そう、話が弾まないシーンとした回になるんで、それがやばい、それがやばい、まあ、気づかなきゃいけない。じゃあ、こちらも緊張すると思う。なんか、緊張されてるなっていう感じだ。はい。まだ、トークセッション中のブラッシュの使用はご遠慮くださいますようお願いいたします。前から予告しておりましたあのタイトルの発表となります。それでは映像の方ご覧ください。やるしかなさそうだな。よっしゃ行こうぜ、キリさん。
RGG サミットでは新作を含めて3作品の発売という衝撃的な内容が発表された。同時視聴者は3万人近くに上った。これからも龍が如くスタジオにご注目ください。本日はありがとうございました。配信終了後、海外メディアからの取材が。How does it feel to know that the Yakuza franchise is loved globally? いや、もう嬉しいですよ。嬉しいです。やっぱ他人に理解されるっていうのは非常に嬉しいことなので、はい。ただ多分これからもあんまりこびずに作るかなとは思いますけど、海外の人たちに受ける要素かなと思ってやっぱやりすぎると良くないかなと思って、僕らは僕らが面白いと思う作品作りをしていくとは思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。取材を終え、一息つけるかと思いきや、ちょっとベースの方にそろそろ、ちょっといいですか。はい、結構時間が詰まっているので、すいません。そして、足早に次の会場へ。あ、もう3万は素晴らしい。素晴らしいな。そういう発表系で3万超えたら結構いい。あんだけ1週間に150件投資家になって、うん、で視聴週間つけて、最後絶対知りたくて、ああって期待値でやった15周年の。で1万でしょ。あれが1万。レイトに近すぎるみたいな感じながら、今日こんな中、もうだからそういう文句よりも、うん、やべえわーって。で、その後の今日あれ盛り上がってた、セリフも。セリフの。もう、当て合戦来てた。そうひらみたいな。今改善中だし。ああ、やっぱね。たどり着いたのはナイトクラブ。東京ゲームショウに先駆けてセガが開催したパーティー。世界各国からメディアやインフルエンサーが集まった。パーティーの終盤、龍が如くのゲーム中の楽曲の DJ プレイが。龍が如くの一番素晴らしい名曲バカみたいなをリミックスを皆さんにお披露したいと思います。会場は大いに盛り上がりを見せた。明日からが本番なんで、龍が如く維新まず皆さんにお楽しみいただけますように、はい、ご期待ください。ありがとうございました。龍が如くスタジオにとって待望の東京ゲームショウがいよいよ始まる。2022年9月、3年ぶりのリアル開催となった東京ゲームショウ。多くのゲームファンが幕張に集まった。これぞ幕末極みエンターテイメント。セガのブースでは龍が如く維新極みの試遊機が設置され、先行でゲームを体験できる。ブースには長蛇の列ができ、入場制限が出るほど。すごい来てるね。いや毎年そうなんだけど、いや今年ちょっと自信なかったから。じゃあ全体的に静かじゃないですか、ステージイベントとかないし。だからよく来るなというか、僕らも本当に出して人お客さん来るのかなと思ってたから、ありがたいにも程があるなって思いますよ。だってこの20分やるのに90分並ぶんですよ。それすごいでしょ。だって今時配信見れるじゃないですか。もうでもやっぱなんか来たいって思ってくれる人がいるってすごいよね。中には海外から駆けつけたという来場者も。ウェーン
Saudi Arabia. specifically for this game. Of course, yes, the best game. Majima-san. Majima-san. And Asiyama-san. I'm very excited to see the new style for this game because we did not have this game in America. Yeah. So I'm very excited to see for first time for me. Oh. Yeah. I'm from America, but we never had the Ishin game. Yes. So it's very exciting for Western players. Yeah. So I think very fun and interesting style, but the Yakuza story characters and then change the style is very exciting for all players. 日本の来場者の反応はというと、他のゲームもいろいろやるんですけど、やっぱり龍が如くのストーリーの重厚性には勝てないというか、やっぱやっててすごいストーリーの続きが気になるなっていうのは龍が如くだけで、そこが楽しいですね。6から7になる時に大幅に変わったんですけど、最初はちょっと大丈夫かなって不安はあったんですけど、セブンのキャラはセブンのキャラで魅力もあって、今回8だとキリュウさんも戻ってくるみたいな話だったんで、さらにその今までのとセブンのが楽しさが合わさってさらに楽しくなるんじゃないかなとは思って、ストーリーが本当に大好きで、もう毎回絶対泣いちゃうぐらい、もう毎作号泣するぐらい、もうストーリーがすごい良くて、で7が本当に良かったんで、8が本当もう8もすごい楽しみです。めちゃくちゃ好きです。本当に大好きです。1作目からずっとプレイしてます。ずっとシリーズ初期からプレイを続ける長年のファンだという龍が如くスタジオ新体制への思いを尋ねた。衝撃はありましたけど、でもセブンが実際すごく面白かったので衝撃は最初だけでした。あとはもう やることも全部かっこいいし、出るグッズもかっこいいし、 YouTube もすごいやってくださるしで、もうすごい嬉しいです。今は全然もうこれからもよろしくお願いしますっていう感じです。中にはこんな目的で来場した方も。私は横山さんがめちゃくちゃ好きなので、ちょっとなんかずっとコロナで会えてなかったので、ちょっと横山さんに会いに来たと言っても過言ではないほど横山さんが好きなので来ました。ゲームだけでなく、その開発者自身に対面することもユーザーにとって一つの価値となっているようだ。人生を楽しませてくれる方々だと思います。楽しみを作ってくれる方が、もう早く出してリーグが一致してない、なんて言えないです。しっかり作って満足するものを作ってもらって、それを楽しませていただければと思います。久しぶりにユーザーのリアクションを間近に感じた龍が如くスタジオの面々は、開場してからすぐにいっぱいお客さんも来ていただいて、すごく光栄に思ってますし、盛り上がりを感じてます、はい。チーム一丸で面白いものを作ろうと言って今裏でも頑張ってるので、それがちょっと報われるというか、はい、より頑張らなきゃなと思ってます、はい。龍が如くシリーズ、この維新もそうですし、8だったり外伝だったりいろいろ発表されましたけど、どれも、クオリティの高い面白いゲーム、できるように頑張っておりますので、ご期待いただければと思います、はい。皆さん、短いシーンですけど、楽しんでやったな、すごい、感動したんですけど、あとオリジナル版をやってて、はい、これもやりに来たと、プレイ してくださってどうするんだろう、で、前も極めたんだけど今回ももう一回極めます。なるほど。そういうコメントいただいてる。ぜひとも、皆さん楽しんでもらいたいなと思ってます。ファンの人の予想してるものを超えたいし、で超えたら超えたで今度こんなはずじゃなかったって言われたのに、またそれを見返したいし。楽しみにしてます。信頼はしています。多くの期待を力に変えて。
変わることを恐れない龍が如く、これからも進み続ける。すごいな。これ好きだね。それが大人って。